はい、矢上慎吾です。本日の動画、この縄跳びを使って地獄の10分お腹の浮き輪肉解消トレーニングをやっていきたいと思います。20種類の、縄跳びの方法、そして、その20秒間、跳んで10秒間休憩というのを20回繰り返すということで、じゃあ早速やっていきましょう。頑張りましょう。 OK、 よーい、スタート。これがね、苦手なんですよ。一番苦手。でもやりましょう。
ブラスト。
はい、お疲れ様でした。本日はですね、10分動画ですね、20秒縄跳びして10秒休憩っていうのを20セット、繰り返してみました。種類で言えば18種類の跳び方をやってみましたので、いかがだったでしょうか。結構しんどいですよね。だから10分間の縄跳びって多分40分以上のランニングと同じぐらいの効果なんじゃないかなって感覚的には思います。やっぱちょっと負荷の内容が違うんですけれども、それぐらいですね、短時間でできますので、ぜひトライしてみてください。10分あればこんだけ汗が出ると、はい、いうことで、しっかりとこの後水分補給をしっかりとしてね、ミネラルも取ってください。だいたい水がこれからね、気をつけなければいけないので、そこは気をつけてやっていきましょう。楽しみながらね。はい、というわけでですね、今回は、10分間ダイエットと、浮き輪肉解消ということでやってみました。これからもですね、皆様にとって有益な情報を発信してまいりますので、楽しみにしていてください。それではあなたも自分史上最高の体を手に入れましょう。最後に私矢上慎吾からお願いがございます。まずは YouTube チャンネル、そしてサブチャンネルの登録をお願いいたします。 LINE 公式アカウントの登録をお願いいたします。こちらを登録するとご相談ご質問ができるようになります。そして Instagram のフォローをお願いします。こちらでは毎朝3分間トレーニングの動画を配信しております。その他 Twitter、TikTok、Podcast、ブログも始めましたので、フォローをお願いいたします。みんなで最高の体を作りましょう。